いる。やっぱ倒せないですね。弓矢当てる練習しようかな。これぐるぐる回ってるから。全然当たんないですね。当てに行く。これ当たってないんですか。嘘でしょ。この槍が全然当たってないですよ。何なんだこれ。当たった。相当当てにくいんですねこれ。ロープの使い方もよくわからない。これで捕まえるんだろうな絶対。さっき長押しで投げてましたからね。鳴き声はするのに全然姿が見えないぞ。あ、いるいるいる。全然ダメですね。槍を当てる練習もしなきゃな。ああ、当たったのか。当たると一撃なのか、それともさっきからずっと当たったのかよくわかんないですね。でもこれ人を襲われても槍でなんか倒せる自信ないな。弓矢も全然当たらないしな。弓矢がこの周りの木に当たるかほとんど使い物にならない気がするんだけど、気のせいか。ん？あ、でっかいのが来てる。弓矢で倒してみるか。あれでっかいのいましたよね。今ドスンドスンって足音がすごいしてた。装備的にはいけますよねこれきっと。いなくなった。これで捕まえるのかな。探してみましょう。捕まえられるやつを。せっかくカゴを作ったんで。まっすぐ行けば、まっすぐ戻れば帰れるはず。これ帰れなくなったら悲惨だな。多分あそこがリスポーン地点固定されるとは思うんですけどね。ほんとじゃないと困るな。結構離れちゃったな。帰れるか本当にこれ。今明るいところ来たんですけど何もいないですね。やっぱこの奥なんだろうな。っていうか岩場が全然ないですよね。絶対迷うなこれ。もうとりあえず行きましょう。もうしょうがないこれは。遠出してみましょう。てか全然いないですね。
絶対帰れないぞこれ。岩場が少ないんですね。やっぱ貴重だな、岩場の周辺は。そして他の人の集落も全然見えないですね。何もいないぞ。広いですね。相当広いな。こんなの絶対。ああ、そこら辺岩場か。あ、すごい。川とかあるんだ。これ行けんのか？あ、やばいやばい。水中メーター出てましたね。あ、魚がいる？スピアってもしかして魚を取る用のあれか？早い。魚一瞬で消えましたよ、これ。ここら辺拠点作ってもよかったか。ああ、これやっぱ石なんですね。結構あるな。あ、いるいるいる。シーラカンスみたいな魚ですね。あ、絶対捕まえられないじゃん、こんな。早すぎて。近づくことすらままならないですね、これ。しかも、めり込むっていう。こっちですよね、帰り道。絶対帰れない気がしてきたな。もうここら辺で帰らないと本当にダメですね。あ、でもここら辺拠点作った方がいい気がするな。見晴らしもいいですもんね。やっぱ襲われんのかな。いまいちよくわからない。そして全然恐竜いないですね。一度戻りますか。魚は取れないのかな。恐竜がいない。戻りますか。帰れない気がするな。ちょっとでも方向ずれてると終わりですもんね。目印がわからない。これは迷うな。地図欲しいですよね。あ、なんかいる。気のせいか。あ、いる。もっと近づかなきゃいけないのか。あ、もうなくなってる。ちょっと弓矢の練習しましょう。ひどいな。弓矢が全然当たらない。そして槍も当たってない。やばい、これぐるぐる回っちゃったか。もう全然場所分かんなくなったな。あ、しかも夜になったし、急に。ひどいぞ、これは。完全に見失いましたね。絶対帰れない、こんなの。これは帰れないでしょう。完全に方向見失いました。終わった。終わりましたね、これ。さっきのとこに攻めて戻れれば、あ、なんか、
松明が見える。あ、やっぱ帰り道にこう松明を置いていくやり方なのか。ちょっと行ってみましょう。何かしらあるかもしれない。ああ、カゴがある。なんだこれ。すごい。あ、溶岩。何があるんだこの先は。おお、危ない危ない。あ、死んじゃいそう。ああ、あ、死んだやっぱり。ちょっともうひどいなこれ。